トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。9月22日火曜日の朝です。今日は秋分の日、祝日になってます。さらに今日は石岡90キロ訓練の応急日です。いつ帰ってくるか楽しみです。今日の天気です。北の方向から映してます。今日の天気は晴れですね。気持ちのいい晴れの、日差しのたっぷりある朝になりました。今日は秋分の日ですから、太陽も真東から昇ってきてます。わあ、本当にいい蜂球日和です。風は北の風、1メーターか2メーターぐらいですね、吹いてます。なかなかいい追い風という感じの風が吹いてます。今日は楽しみですね。何時に帰ってきますか。帰ってくる姿を見るのが待ち遠しいです。ハトさん、おはようございます。おはようございます。といっても今日いるハトは残りのハトだけですね。遅く5月の中旬以降生まれたのと性急です。糞の状態ですね。糞ももう少なくて今日は参考になりません。厩舎の中の気温は19度、湿度 85%。 湿度は高いんですけども、気温が随分下がりました。あともこれならば飛ぶのは楽だと思います。今日の石岡90キロ訓練は絶好の訓練日和になりました。天候は晴れ、風は北風が今2メーターから3メーター吹いてます。なかなかいい追い風の日になりました。今日の蜂球は7時半、8時50分ごろ記録するかなと思って鳩を待ってたんですけども、8時25分に練馬の競合厩舎から お電話いただきまして、12、3羽帰ってきましたよっていう話が入りました。それで急遽慌てて録画を始めまして、鳩を待ってましたらば、8時35分に、最初の集団8羽ぐらいですかね、帰ってきまして、その後続けて帰ってきて、最初のトップ集団今くるくる回ってるんですけども、15羽か20羽ぐらいの塊になって、飛んでます。まだ降りてこないんですけども、もう厩舎の上に来て2分間ぐらい飛び続けてます。あ、今降りてきましたね。何羽ですかね、これね。16、17、18羽ぐらいですかね、が最初の集団で降りてきて、今厩舎の入社口に向かってます。なかなか入社もいいですね。別にこれ絞ってるわけでも何でもないんですけども、鳩が呼び込まないのに自主的に屋根に降りてきて、どんどん厩舎の中入ってきてます。今日の石岡訓練、このトップグループは65分で帰ってきましたね。90キロ65分ですから、若干追い風があって、分速が出たし、天気もねこれだけ晴れてるんで飛びやすかったんじゃないかなと思います。途中猛禽も出てなかったみたいで、比較的こう鳥も落ち着いてますね。
いい感じで、最初の集団が入りました。次の集団が来るまで一回ビデオを切って、また姿を見た時に、ああ帰ってきますね。まあこれからも帰ってくるでしょうね。うん、2、3分遅れた鳥が帰ってきました。ああまた来ますね。次々来ますね、これね。はい、またそんなことで、しばらくしましたら、録画を再開したいと思います。ただいま時間は9時になりました。この映像は、9時前の映像なんですけども、今日の鳩の帰りは、抜群で、これじゃあ訓練にならないんじゃないかななんて思うくらいの帰りをしてます。今日の参加は34話なんですけども、8時53分に最後の鳥が帰ってきました。これで今日全休期間になります。鳩が帰り始めてから18分で90キロ訓練全休期間ですから、素晴らしい帰り方の日になりました。まあこれはうちだけじゃなくて他の厩舎もそうなんですけども、はい、そんなことで今日は素晴らしい帰還風景になりました。今日はこの辺で、ブログ終わりたいと思います。本日もこのブログにお越しいただきありがとうございました。また次回もお越しいただきたくよろしくお願いします。今日は石岡90キロ訓練、全休期間という報告で終わりたいと思います。ありがとうございました。